マピロは、アメリカ海軍の潜水艦。バラオ級潜水艦の一隻艦名は、西インド諸島及び中央アメリカ大西洋岸に、生息するカワアナゴカに属する、ファットスリーパーのスペイン語名にちなんで命名された。マピロは1944年5月30日に、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワック造船で、寄港した。 1944年11月9日にフィリップ・エイチ・ロス夫人によって命名、浸水し、1945年4月30日に艦長ビンセント・エイ・シスラー・ジュニア中佐の指揮下、収益する。シスラーは、かつて S-28 艦長としてアリューシャン戦線で活動していたことがあった。マピロは、ミシガン湖での公の試み後、マピロは、イリノイ州。 ロックポートでカンドックに収められ、南太平洋での任務のためミシシッピ川をシカゴからルイジアナ州ニューオーリンズまで栄光された。マピロは5月31日にパナマウンガ地帯へ向けて出港し、6月5日に訓練のためバルボア沖に到着した。6月28日にカットラストともにハワイに向けて出港、7月15日に真珠ジュ湾に到着した。 8月4日、マピロは最初の紹介でマリアナ諸島に向かった。終戦当日の8月15日にサイパン島沖に到着し、そのまま実戦に参加することなく本国に引き返すこととなり、8月25日に不活性化工事を受けるためサンフランシスコに到着した。1946年3月16日にマピロは退役し、 1947年1月1日にカリフォルニア州メアアイランドの太平洋予備役艦隊入りした。1960年マピロはフリートシュのオケル改修が行われた。1960年3月18日に相互防衛援助計画に基づきトルコに退与される。トルコ海軍ではピーリーレースと命名された。艦名はオスマン帝国の帝であり、 世界地図の作者として知られる P.D. レイスにちなむものであった。P.D. レイスにはトルコ海軍の乗員が乗り組み、1960年5月16日にサンフランシスコを出港した。パナマ運河を経由して、P.D. レイスは1960年6月23日にゴルジュクに到着した。翌6月24日、トルコ海軍で正式に就役した。 その後、マピロは1973年8月1日にアメリカ海軍から除籍され、トルコに正式に売却された。P リーレースは同年トルコ海軍を退役した。ありがとうございます。